今日はレッスンでした。あ、出張公演ありがとう。好き溢れてる、嬉しい。今日も話が面白い。ゆうかちゃんの話じゃん。おもろい、褒めてくれてる。映画の、あ、そうなんです。苦戦してたのは、そう、映画の仕事でした。大苦戦。今日の、あ、劇場申し込みありがとう。愛媛で撮影してきました。マイキューさん主演の映画に出演させていただきます。ちょっと、どこまで行っていいか、ちょっと怖い怖い。あ、チェキ申し込んだ、ありがとう。金秋俳優かっこいい。女優さんやった感想、難しい難しい。オーディションとかなかった。緊張しました。情報公開を、そう、楽しみにしていてください。広島の握手会、お、ありがとう。4年目劇場、もしくも、お、嬉しい、ありがとう。握手会チェキか、ありがとう。首が、最近公開される情報多すぎて、すごい追いついてないんですけど、ぜひ楽しみにしておいてください。 NMB 劇場当たって、当たってくれって心で叫び、心で叫び申し込みました。ありがとう。そう、クルリア、マイキューさん、ソラハさん、あ、かわいい、ありがとう。市長公演、あ、もしくもありがとう。そう、映画緊張、公開も緊張するけどね。表紙に、映画に、毎日重大発表ね、ほんまですよ。ほんまですよ。Your name is くるちゃん。Yes! くるくる。あ、ナルド。くまさんタワー、ありがとう。嬉しい。くまさんタワー、ありがとう。映画おめでとうのタワーかな。ありがとう。嬉しい、ありがとう。ぜひ見てほしいだけです。握手会オンラインいけるんできますけど、お、ありがとう、嬉しい。あ、映画デビューおめでとう。あ、やっぱりそうか、ありがとう。映画デビュー月1、そう、オンライン月1。あ、ヤッホー、久しぶり久しぶり。アクションでしょ。はい、ごまかし。握手会行きたいでしょ。来て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 
チョコは申し込んだけど、普段 NB しか見ない人にしてファンだと思う。そうです、ありがとう、でも申し込んでくれて嬉しい。映画デビューありがとう。あ、 VDC 申し込んだ、ありがとう。 VDC もぜひ。かわいい。別れたとツーショット撮りたい。お、嬉しい。ツーショットぜひ撮ろう。ツーショットオア3位以下のやつぜひ待ってるよ。待ってるよ。待ってるよ。ね、今日二重幅なくない？二重幅なくない今日。お、初チッキ買ってしまった。え、嬉しい、初チッキ。待ってる。握手もツーショットも撮れたから半月後にタイム。やばい、めっちゃ先？めっちゃ先？ツーショットさんにどっちも、どっちも嬉しい。道船さん、これ広島チケットないので応援していきます。広島の握手会とりあえず全時間。お、ありがとう、嬉しい。アップくるくる、あ、かわいい。ちょっと眉毛が。 What is your favorite animal? I favoriteあ、ドッグ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 、ラブ。ちょっと恥ずかしいですが、ツーショット。お、撮りましょう、撮りましょう。ツーショット撮りましょう。ちょっと、乾燥やばい、唇の。乾燥してる。当たった、会おうね。お、会おうね。嬉しいね。ちょっとお腹いっぱい、お腹いっぱいなんだよね今。視聴公演当たりますように。当たりますように。応募してくれて嬉しい。何食べた？今日は麻婆豆腐食べた。通称当選しました。何より川崎以来のくるくるとなくしか。あ、ヤッホー、あ、ラブ、ありがとう。あの、告知を、まあ、ちょっと書いていきたいなというふうに、今書いていきたいなというふうに思いますね。え、そう、中華の王道麻婆豆腐、甘口っていうか普通口。そう、白米が進んじゃうよ。いらっしゃい、おめでとう、ありがとう。心に保存、これですね。これにちょっともう今 Now で書いていきたいといったところ。うわー、ねえ、なんか汚れてる、汚い。うわ、
まずはリアルお話会。いきます。あ、リアルお話会じゃない、あ、握手会って書くのは初めてだわ。嬉しいですわ。リアル握手会。会場名、神戸、アットマーク神戸、オッチー。今日は真剣くるくる、おっちぇ。ねえ、今日ちょっと配信始めるの早いでしょ、くるくる。手が荒れてるんで。握手できないの？大丈夫だよ。真剣くるくる。俺はときはメンバーちゃんの手に触れてるから、そんなこと思わなくてよいのに。握手、これ 2S ってさ、分かりにくいよね。2をもっと分かりやすく。S。はい。おわ。たまにこれ、結構書いたタイミングで、なんかミスって全部消えることあるんですよ。その瞬間も。絶望です。書く時間込みで早く始めとか違うんです。
神戸のツーショット社員、あ、ありがとう、嬉しい。ツーショット聞いてください。くるくるは今日レッスンで踊って帰ってきて、 X 旧ツイッター X を見てたら、もう本当に本当に心不愉快なコメントを見つけたんです、くるくるは。で、と思っておこになって皆さんに癒してもらうために配信始めました。で、あ、これ書いちゃえばいいじゃんってことで書きました。おすすめ、季節はもう冬かい？冬だね。その画面スクショしてインスタストーリーやばい、くるくるが荒れたってなるよ。でもリツイートしようかなとか思ったよリツイートしようかなと思ったけど抑えたよね、ちゃんとね。こういう感じでおすすめ黄色に、そう、くるくる赤、赤です。でもくるくる推しの人とかじゃない、くるくる推しの人とかじゃなくて別の界隈でもそれで思ったのは、やっぱ X ってさ、推し面とかをあのヘッダーにしたりアイコンにしたりするじゃないですか。それでそういうちょっとネガティブなツイートをすると、この人のこのメンバーのこの人のファンの人はそういうファンの人が多いのかってやっぱなっちゃうので、ぜひくるくる推しの皆さんは SNS の発言一緒に気をつけようね。X 誰でも見える、誰でも見えるのでね。くるり線、これくるざと線かな、これな、くるしまに見えたってポストなんかさ、それ今日何個か見たんだけど何個か見ておもろかった。ポートアイランド夜景見たい。ポートアイランドって歌詞にあったよね、なんかポートアイランドみたいな、トゥー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 みたいな。え、夜景めっちゃいいじゃん。え、くるくる夜おる神戸4時間目まで。あ、見つけました。そう、見てもう本当に見て。見てよ。見ても違う。見てもおかしい。あれ。あ、バグった。あ、バグってる。あ、バグった。やばい。消えちゃう。危な。ふるさと広島と幕張の通称と握手、お、ありがとう。え、夜景見れる、楽しみ。でも出ちゃいけませんって言われるかも。いや、くるくるはもう決めたんですよ。あの、嫌なことは嫌と言おうというふうにね。傷つきますみたいな、なんだっけこれは
わ、人、会、町に、人、枠、鹿、有馬、千、今ここまで進みました。あ、部屋が映る。これあ、ちっちゃ、ちっちゃすぎた、この米印ちっちゃもっとでかく書いたつもりだったのに、こうやって書いたからさ、結構でかく書いたつもりだったのに、こうやってやったらちっちゃいわ。うん、まあ、いっか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 。で次は5月、やばい、今日本当にお腹いっぱいだ。珍しい、くるくるお腹いっぱいだなんて。あ、くるくるもっとかわいい、じゃろ、今日もキャラーに、個別握手会よいしょ。5月17日土曜日、18日日曜日、広島は2日連続なんですね。広島市中小企業会館。え、晩ご飯で麻婆とか初耳。え、本当？広島期結構出る麻婆と麻婆ご飯、麻婆ご飯。でもくるくる豆腐が苦手なんですよ。だから麻婆豆腐の豆腐が苦手。広島市中小企業会館。ああ、汚い、うん、チーム対抗ストーチバトル。え、ね、何するか気になるよね。運動系だったらさ、くるくるやばいよ。はもし走るなんてことがあったら、私の運動神経の悪さが露呈する。ああ、今度は中小企業会館の字が、お、あ、まあ、これも味だよね。シリ買います。ありがとう。今夜はグラコロ、明日はクワトロ、おもろ。マンボ豆腐の豆腐だけ全部食べて。湯豆腐は、湯豆腐はどうだっけ。鍋の豆腐はいける。鍋の豆腐は丸飲みしたいから丸飲みする、丸飲みするのが好き。そう、趣がある、趣がある。で、広島はくるくる1時間目じゃなかったんよ。丸飲み熱いそれがいいよ。くるくるは丸飲みして、え、マジで本当にここ焼ける、焼けそうになる、こうやってあ、体には多分悪いんじゃろうけど、もう私はそれに、その虜になっちゃった。235235235ってことは4がツーショット。235235235ってことか。
235。豆腐丸飲み？やばいじゃろ。やばいじゃろ。ギフトありがとう。鍋の豆腐丸飲み。え、めっちゃ熱いよ。そう、刺激求める。刺激求める。早朝の女かと思ったら地元では夜の女。どういうこと、どういうこと？そうそう。好きなタイプ聞かれた時に鍋の豆腐丸飲みする子、くるくるしかいなくない？豆腐は絹ごしと木綿、どっちも いける。あの鍋ならインテックスなんとかいけそうに段取りしたけど遅くなるから待って。あー、ありがとう、段取りしてくれて。え、湯豆腐の丸飲みは森保まどかさんもやるって言ってた。え、くるくると一緒じゃん。まさか一緒の人がいるなんて嬉しい。なかなか共感してもらえないので、豆腐丸飲み、熱いの豆腐丸飲み、やっぱやってみてほしい一回。ほんま癖になるけんダメなんじゃろうけどね、体には。まあそんなんしたこっちゃないよねとか言ってて将来後悔するか。あ、猫舌？猫舌？噛むようになったのどういうこと？どういうこと？じゃろ？あ、くるづけもひかだ、嬉しい。グルタミン酸？え、そのどこしがいいの？あ、でもちょっと冷まして、ちょっと冷まして、ちょっと冷ましてね。あ、味噌汁の豆腐は大丈夫。どんな走り方やばいよ、コロコロ。熱い豆腐丸飲みを時にする。気をつけてね。校内できない、できない。校内できるの？くまさんいっぱい来てる、ありがとう。豆腐そうめんも、何それ、初めて聞いた、聞いた、やばい、聞いた。闇くる、本当に闇くる。ポジくるなの、ポジくる。あ、おでんの厚揚げとかはあんま好きくないかも。おでんの大根とかこんにゃくは丸飲みしない。あ、でもちょっとしたい気分はなる、したい気分にはなるけど抑える。でもおでんってバリアツ、バリアツ、いつもバリアツだよ。おでんの具で一番好きなこんにゃく。普通サブの、サブのサブなんだけどね。幕張豆腐が、なんだろう、苦手。こんにゃく好きというのは歯ごたえないものが苦手。あ、歯ごたえないの苦手かも。食べた感覚欲しい。だからそうめんもあんま得意じゃない。何書いてるの？お話し会の告知用のやつです。今日もおでん食べた。うちの子もこんにゃく好き？一緒。子供の頃糸こんにゃく喉に詰まって糸こんにゃくに殺さ、え、怖いかも。でもそういうのあったら一回やったらトラウマになるよね。おでんの卵わかる。でもおでんの卵食べたらパサパサになるから、おでんの汁につけてちょっとバサミを減らして食べる。さっき言ってたポストをずっと探してたけど見つからない。来島で検索。仕事熱心？あ、本当に？そんなことないよ。X で森保まどかさん、
豆腐で検索しちゃってやばい動画え、そうなの、くるくるもじゃん、え、ファイト、ファイト、ありがとう、あ、クマも、だるまもありがとう、卵は最初に半分にして汁につけて最後に、え、やっぱ汁につけるとパサミ減るからいいよね。おでんの卵、いやつゆもね多めにするよね、わかる。でもおでんね、卵ね売り切れてること多いんだよね、やっぱみんな頼むからさ、王道だよね卵は。売り切れてますって言われる。今日なんてこんにゃく売り切れてた、こんにゃくと糸こんにゃく売り切れてた、こんにゃくと糸こんにゃく買う人なんかいるんだなって思ったよ、くるくる私みたいな。あ、糸こん割と買う？みんな買うんだ。ピザマンはもうイチゴが食べるからね。今日はもう本当にね、ずっと飛んでたの。おでんは全部好きだけど、からしたっぷりで食べて。くるくるは、ゆずごしょう。おやすみ、渡した。お、おやすみ、トポール。いつも可愛い子は買ってるって真似されてる。あ、真似してるのか。あっちゅるるるる。卵ほとんど好きだけど、おでんの卵だけ苦手。え、そういうタイプもあるのか。確かにそうか。くるくるみたいな。鍋の、鍋は好きみたいな人もいれば、そういう人もいるよね。確かに確かに。今自分に。真ん中、わ、真ん中くくったとこ美味しいよね。個人 FC 告知新規です。あ、告知新規、まさかの告知新規入ってね。ぜひ12月1日が待ち遠しいですわ。おっちぇ見て、どんどん、あ、どんどん可愛くなって、お腹空いてきたかもこんにゃくすぎて昔親に言ったらなぜか褒められたこんにゃくは腸を掃除するらしいそうなん、じゃ、くるくるめっちゃ腸綺麗かもしれん、通るときに的な。え、じゃ、くるくるめっちゃ綺麗じゃ、腸、腸活じゃ、腸活え、どうぞか楽しみだよね。フィルムもやってるや、俺もやってる、お、一緒だ。え、そう、お腹空いてきた、ちょっとさっきいっぱいだったのに。ゴンベイのおでん、え、知ってる、行ってみたいの、行ってみた、食い切れなくな、食い切れないくらい作って残りをカレーにする。あ、おでんの具をね、へえ。12時に本当に開始してくれる。でも個人ファンクラブはちょっと前から待機しとった方がいいかもしれない。その早番を狙いたかったら、もしかしたらちょっと早くから見た方がいいかもしれない。くるくるじゃ、心臓も、間違えた、内臓もキャワチですよ。え、そう、それで言ったら、くるくる、あの解禁、情報解禁されてなかったから言えなかったけど、その愛媛で映画の撮影してきたんですけど、映画の撮影したこう帰り、こう愛媛から広島に帰る前にちょっとなんか買って帰ろうと思って買ったのはこんにゃくでした。なんかたまに定期的にお母さんが家であのおでんを作ってくれるので、こんにゃくを見つけたので私はこんにゃくを買って帰りました。こんにゃくちょっと美味しそうだった。お仕事で早番狙えないので96番。でも何番でも嬉しいよ。ほんまに96番。
96、こんなこと言ったら失礼かもしれないけど、でくるくるのファンクラブ96にも入ってくれるかな、みんな入ってね、ぜひ。90、そもそもなんか96番があるかの心配あるんだけど、くるくるその2年後ぐらいに96番とか、くるくるの字フォントにして配信あり。今夜こんにゃく食う、愛媛しかに、愛媛にしかないこんにゃく、多分どこにでもあるこんにゃくかな。でも生こんにゃくって書いてあったの、生こんにゃく。数ある誰々ファンクラブ FC の中でも来島 FC 確かに強そうなんだけど。あ、ご飯炊けた、今から食べんの。こんにゃくあったら損した気分。え、損してないよ。番号早くも遅くてもどちらに入会すること、そう本当に入会することが大事、入会してくれるだけで嬉しいし、なんだろう、なんて言うんだっけ、今回は登録してくれた人皆さん、多分期限はあるけど、登録してくれた人皆さんにカード入会書はあるよね、合ってる気がする。その前までは何人までとかだったけど、今回は期限112まで入ってくれた人はあるので、ぜひ。924番やばい、924番3年後4年後5年後とかまである。だから嬉しい、そう言ってくれて。あ、愛媛で有名なこんにゃく、あ、やっぱあるんだ有名なこんにゃく。ファンクラブどういうこと。でもファンクラブサイトに、まあ、自分くるくるの動画とかブログとか写真とか載せられたりできるのと、こうファンクラブイベントとかもあったりする。生こんにゃく色普通のこんにゃくと一緒だった色。1ヶ月、そう、あ、でその年額会員が会員証もらえます。そう、あ、そう、あ、そう、オリジナルグッズもあります。玉こんにゃく食べたことあるよ。オンラインお話し会書いていこう。2月22日にゃんにゃんにゃんの日、あえて犬になろうかなとか言ったけど、え、オンラインくるくる 1、2、3時間目、君とめくり合って肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ声に出してみる。早箱ゲットしたい。え、そう思ってくれて嬉しい。山形の玉こんにゃく、え、美味しそう。こんにゃく鍋とかしたくない、美味しそう。いろんな形のこんにゃく入れた鍋とえのきだけ、痩せそう。君とめぐり合ってにゃんにゃんにゃんの日、そう、犬クルーになるかもしれん。ありだよね、あえて犬。早番取れなくても逆にマックス人数こんなにいたよって報告。あ、優しい。こんにゃく鍋、あ、厳しい。くるくるとならオッケーじゃない。じゃあくるくるのファンクラブイベント、こんにゃく鍋にしようかな。こんにゃくのしゃぶしゃぶあり。こんにゃくパークなんかあるの、すげえ。好きだ。3月23、声に出してみる。君が
本もこんにゃくで有名なんだ。こんにゃくこんにゃくってやっぱいいよね。でもくるくる多分なんか太らなそうな食べ物が好きなんだと思う。まあ、なくるくるとはこんにゃく鍋。あ、行ってくれる？一旦この辺にしとこ。みんなに。カブと大根も。カブはあんま食べたことない。でも大根好きよ。芋からこんにゃくやばい。芋からこんにゃくどうやって作るん。一見真面目で面白い。ギャップ萌え。ギャップ萌え嬉しい。あい、じゃあ手の絵を描いとくね。アボカド好き。いちごバナナアボ。トゥトゥトゥルチュ。トゥトゥトゥルチュ。メロンチェリーオレンジ。目と目が合う。ピンと。どう？私の手の絵。芋から作るんだこんにゃく。爪は黒くか黒で描くんだよ。これが普通。これが完成。完成。ドラえもんの一番好きな道具は翻訳こんにゃく。知ってるよ。でも違う。え、ドラえもんの一番好きな道具、どこでもドア。お、青クマ、ありがとう。じゃあ綺麗、嬉しい。今のは明日ツイッターで載せるのでぜひ見てね。朝。爪の色黒い。憧れてない、憧れてない。どこでもドア。クックどこでもドアしか出てこない。何、なんかある、なんか何が、何が。あれちょっとする、ありがとう。あ、もしもボックス。もしもボックスってもしもの夢は叶えれるってこと。タケコプター。心の中いつもいつもタケコプター。確かにタケコプターもありか。あ、グルメテーブル、何でも食べれるやつね。どこでもドアあったらすぐくるくるね。確かに、じゃあ欲しいかも。え、見て、めっちゃ渋いニキビできた。許せないよね。ナチュラル感半端ない。スピンスモールライト。あ、どうやって使うん。主題歌はそっち。うん、心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図。タキコプター、空を飛んで
時を越えて遠い国でもほらドアを開けて行きたいよ今すぐ。ちょっと歌詞大人に松さんドド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 ラえもんもあるよね。トゥトゥルトゥ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 ルトゥ少しだけ不思議なトゥ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 指先と机の間に次元落ちこぼれた君もでき好きあの子も同じ雲の下で暮らしてるみたいなやつ。トゥ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 。あ、ビューティフルボイス、センキュー。うまくて感動。え、全然もう適当に歌ってるのに。え、星野源さんですよ。星野源さん。あ、こんなこといいな。待って、なんだっけ。あ、できたらいいな。あんな夢、こんな夢いっぱい。トゥ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 。トゥ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 空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんあんあんあれ、アンパンマン出てきた。アンパンマン出てきたんだけど。とっても大好きドラえもん。アンパンマンか。ドラえもんの映画見たことあるよ。あるよ。どんなんか覚えてないけど、あるよ。ドラえもんの映画って泣けるよね。みんな、みんなみんな不思議なポッケで叶えてくれる。それだ。踊れドレドラドラえもん。まだわかんない。ドラえもん音頭。あ、待って、懐かしい。なんかじゃんけんとかしたっけ。確かにタイムマシン重要。丸書いてちょん、知ってる。丸書いてちょん。あ、合ってた？頭デカデカ？サイドピカピカ？それがどうした僕だよ。わかんない。わかんない。ドラえもん。頭デカデカ。めっちゃディス、自分でめっちゃネガティブ系ドラえもんだ。未来の世界の猫型ロボット、あ、なんかわかる気がする。猫型ロボット、あとくるくるさ、あとさ、なんかおばあちゃんがロボットのやつ知ってる？おばあちゃんがロボットの、忘れちゃった。おばあちゃん、あ、わしも知ってる。カタ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 わしも老人型ロボット、2014年型ロボット最新型のおばあちゃん。知らない？発撃？あ、これドラえもんとか関係なくて普通にあれだけど、わしもっていうアニメあった。そうそう、Eテレなんか夕方にやってる系のやつ。何すか？
調べてみて。わしもカタ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 、わしも老人型ロボット。身長126センチ、体重126キロ、普通の老人3人分なのですっていう歌詞。わ、おじゃる丸も懐かしい。わしも私めっちゃ見てた。 X で動画のリンク、え、見に行こう後で。懐かしい、なんかこういう昔のやつ見てたらなんか懐かしい。初見だった。え、そう、そう、おじゃる丸もさ、なんか歌詞、あと忍たま乱太郎ね、流れがあった。トゥ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 みたいなやつね。おじゃる丸はくるくるにとって僕はもう昔の人間。そんなことないよそんなことないよ、そんなことないよ。でもくるくる80年代90年代の曲も好きなので、あ、80年代90年代どんな曲聴きたいですか。勇気 100% 泣ける、歌ったよね、放課後祭で。そうさ 100% 勇気、 A メロなんだっけ、全然覚えてないけど、確かにこれアニメなのか今考えたら。え、そう、学校から帰ってご飯前に見るコース。え、テンテルはくるくる見てなかったなんか見てなかった。わしものおじいさんがわしものだったりするおもろい。現代で言ったみたいな。あ、恋に落ちて、あ、がっかりしてメソメソして、歌った歌った、どうしたんだい、トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 、やりたいことやったもん勝ち、青春なら。懐かしい。夢はでかくなけりゃみたいな。若者さん懐かしい。なんか今日もちょっと1曲2曲歌っちゃおうかな。あ、特にあの歌いたい曲はないので、なんか何がいいか。え、忍たま乱太郎今度映画やるの、すごい。え、映画やるの、忍たま乱太郎どういう話だったっけ。私見てたけど全然どういう話か覚えてなくて、忍たまどういう話なんだっけ。あれ3人のなんか武士みたいな、武士じゃないか、忍者か。あ、これにしよう。これ歌ったことない、まだ。あ、僕見、じゃあ2曲目にしよう。
それぞれの土地からここまで集まってきた。ほら世界は一人じゃない。初めて歌った配信で、くるくるもスチスチな曲です。お、クオリティ高い。あ、かっこいい。嬉しい。初めて聞いた。お、いい曲じゃろ。I hope you enter 選抜シングルジュイティス STU。 Thank you。 私は望む。私 I hope、 ホープ好き。ホープっていう単語、ここめっちゃゲーム。いいよね。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思って、誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を
僕はこの海を眺めている、僕はこの海を眺めてるでした。僕はこの海を眺めてる。クルクルのための歌だって思うですって、そんな嬉しいことはないです。クルクルも大好きな曲です。みんなでも一回もう本当に大ミスかましたけど、クリスマスに 2.5 期と3期のクリスマスで人間関係得意な方じゃなくて、あ、画面可愛いですね。ありがとう、長めに眺めてます、ありがとう。幸せとはどこに存在するのか、手をかざせば誰にも見えてくるよ。出だしは難しいっていうよりかは緊張するから、絶対でも最近鼻だれで千穂さんのポジション出ることあんまりなかったのでやってないんですけど、いつもやってる時は暗闇終わってもうこうやってなるじゃん、その時にはずっと人間関係あの口パクで、あ、口パクじゃない、口動かさずに人間関係人間人間って言ってます。ここで人間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 関係得意な方がって言ってます。人間関係チュンチュンって調べてますここで実は幸せな気持ちに嬉しい、あ、ゆうかさあ結婚しましょう、おもろい、センキュー、そう練習してるの人間関係。でもこのカラオケだったらドゥーンチッチッチ人間があるのでドゥーンで音が分かるんですよ、出だしのね。鼻だれはドゥーンがないのでチッチッチ人間なんですよどこみたいな。でクリスマスミスった原因の一つはいつものクリックは人間関係なんですよ、チッ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 チ人間なんですよ。それがクリスマスバージョンになっててシャンシャンシャンみたいになったんですよ。クルクルが水っただけの音はシャンシャンシャンだったので、クリスマス用にね、もうシャンシャンシャン来たからもうそれはもう人間関係ですよ、もう上に行ったんですよ、もうそれにつられてほんまにおもろい、シャンシャンシャン人間関係得意な方じゃみたいになったんです。次はつられないぐらい頑張りたいみたいな気持ち。まさかのクリスマスバージョンね。まあそれも今じゃあこう笑えるぐらいの過去の話的な。そう、あ、クリスマス仕様だったってことにするか、確かにクルクルもね確かに。え、重声の出だしも難しい、重声も難しいよ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、違う空を。でもくるくるはフォーティエイトグループのクリスマスソングも大好きで、だからクリスマスコンサート超楽しみなんです。今の私はトゥ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 を主にやったことがある曲なので、次はどんな曲をやるだろう、そもそもやるかは分かんないんですけど、どんなクリスマスの曲をやるんだろうと思って。 You can speak Englishありとる、ありとる。それでは、ね、星空のキャラバンいいよね。星空のキャラバンが進む。告知タイムに参りたいと思います。
カンガルー懐かしい。カンガルーは、ようやくしたクリスマス。懐かしい。バックダンサーした 2.5 キーで。それなんか告知タイムなんですけど、今日情報解禁されてた愛媛で撮影されたマイキューさん主演の映画に出演させていただきます。まだここまでしか言えないんですけど、ぜひタイトルやら公開日楽しみにしていてください。そして、演技は初めてです。くるくるは初めてです。配信したか。あ、仕事終える。終わっていいよ、もうこんな時間よ。お疲れ。確かにエンドロールとか出てくるのかな、わかんない。どっちどっちです。それではもう一つ、なんだっけ、もう全然もうありすぎて、告知ありすぎて、もう頭がいっぱい。あ、 VDC マガジンさんに表紙&特集として、特集に載らせていただきます。ぜひゲットしてください。頑張りますよね。頑張りました。撮影頑張りましたので、ぜひ。アクター時代も演技したことない、演劇の授業を受けたことない、ぜひゲットしてくださいっていうのと、チェキ受付中です。受付は12月2日までで、12月2日までなんですけど、ニックネーム登録も12月2日までで、ニックネーム登録をしなきゃ、名前が本名になっちゃうので、ぜひお忘れなくよろしくお願いします。なのと、ぜひまだ応募して、応募っていうか、まだ購入してないよって方は、ぜひくるくるのチェキゲットしてね。大切にしてね。そう、 VDC マガジンは特典が2種類あります。そして、チェキが終わったら、てか、お話し会受付中です。さっき私が書いたんですけど、手書き、これ明日の朝ツイートするんですけど、こんな感じになってます。おすすめは、一番キンキンで会える2月11日のリアル握手会の2時間目は、ツーショット会オアサイン会なんですけど、これは1会場につき1枠しかないので、レアな時間ですね。なのでおすすめにしてます。そして4時間目は、朝早くないので比較的来やすい時間なのかなということで、4時間目をおすすめにしてます。ぜひ握手しようね。と、まあちょっと先なんですけど、12月1日にくるくるの個人ファンクラブ開設するので、ぜひ今から心意気をしてお待ちください。ツーショット社員の、社員じゃない、ツーショットサインの部は4日全部フルで申し込んで、フルありがとう、嬉しい。ぜひくるくるのツーショットもサインも握手もあと、これ明日、まあついついですけど、黄色がおすすめです。特にここ。それではオッチェ壇上を読みたいと思います。13位ケータありがとう。12位星空ローサありがとう。11位青い鳥ありがとう。あ、神戸行くつもりでもろもろ申し込みありがとう、嬉しい。わかりません。待ってるね。そして10位シュンありがとう。9位青ありがとう。
8位福ちゃんありがとう。7位トマトポありがとう。6位マッチありがとう。5位リョフありがとう。4位ハマーありがとう。3位長谷川ありがとう。2位鈴鹿ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルパーン、ナルドありがとう。タワーもありがとう。ありがとうナルド、ありがとう、ありがとう。タワーも嬉しかったよ。映画も楽しみにしていてねナルド。それでは今日も見てくださってありがとうございました。明日も頑張りましょう。明日は木曜日だ。明日木曜日頑張ろうね。おやすおやす。みんなのおかげでポジティブクルクルになれました。まさかの文章タイプ。